はい、高校サッカーも熱いんです。インターハイ全国大会出場をかけた県総体の決勝戦、強豪校が激突しました。おととい雨が降る中行われた決勝、去年の準優勝赤の瀬戸内と前回王者国際学院を破って決勝に進んだ緑と黒の広島南が対戦しました。前半10分、瀬戸内村上がロングスロー、これを南がクリアしますが、瀬戸内大塚が再び前に送ると頭で合わせたのはロングスローを投げた村上、幸先よく先制します。それでもその13分後、南はスーパープレーが生まれます。ここはシュートを狙っていきました。野村のシュートが入りました。広島南高校同点。同点のまま両者譲らず、勝負は延長戦へ。試合が動いたのは延長前半5分でした。さあ狭いところ、ここでシュートを放っていた、これが入りました。瀬戸内3年の武田真人が貴重な勝ち越しゴール。さらに延長後半にも武田が追加点、3対1、瀬戸内が2年ぶりの頂点です。今大会チームに何もできてなかったんで、もうチームに何かしたいってなったらもう得点取ることしかなかったんで、取れて嬉しいです。優勝を目指してみんなでこれからあと1ヶ月ちょっとあるんですけど、しっかり練習からいい声をかけてみんなで頑張っていきたいと思います。全国大会頑張るぞ。おー、瀬戸内高校は来月福島県で行われるインターハイに出場します。森さん、それにしても南のあれ60メートルのスーパーゴールに、あと瀬戸内のゴールも高校サッカーのゴールもすごいですよね。ですね、なんかあの年間 J リーグベストゴールを見ているような、はい、ね、そんな高校生のプレーでしたね。すごいプレーでした。はい、そして夏の後は冬の選手権です、うん、その全国高校サッカー選手権の広島県大会の決勝戦がなんとエディオンピースウィング広島で開催されることが決定しました。サンフレッチェ、そして今日代表戦も行われる舞台に高校生が立つというのは大きな財産になること間違いなしです、ね、なんか新しい広島の聖地になってもらいたいですね。そうですね、ここから歴史を作ってほしいですね、うん、期待しましょう。